極めつき、インド伝マハーバーラタ戦記は、インドの神話的女子詩であるマハーバーラタを歌舞伎化した作品。世界最長の文学と言われるマハーバーラタを歌舞伎化した作品。全編で18巻、全10万施設からなる原点は日本語訳が完成していない。上演時間約4時間の大作。本作では、原点の登場人物の一人であるカルナ王子を、 主人公として描いている。2014年に、静岡県舞台芸術センターで、芸術総監督の宮城総の演出で上演された、マハーバーラタ・奈良王の冒険を見た五代目、小野菊之助が歌舞伎家を発案し、その後宮城に相談して構想が始まった。宮城は2014年7月、フランスで行われる世界最高峰の演劇の祭典、アビニョン演劇祭で、 同演劇祭に参加する20年ぶりの日本人演出家の作品として同作品を上演しており、菊之助が感激したのは同年9月に外旋公演として行われた神奈川芸術劇場での公演。衣装はインドの伝統舞踊劇、カタカリの衣装要素を取り入れ、多数の宮城創作品を手掛けた高橋海洋によってインドの神が日本に渡ってくるまでの変遷で、 ちょうどいいところを探り制作された。2017年芸術祭10月大歌舞伎の昼の部公演として上演された。平成29年度文化庁芸術祭参加公演。日印友好交流年記念。インド大使館公演。本公演の模様は2018年10月2日より、小畜ブロードキャスティングが運営する CS 放送チャンネル衛星劇場にて順次放送された。 また、アシェットコレクションズジャパン観光の分冊百科、形式定期観光物、歌舞伎特選 DVD コレクションの第13号の内容として、新作歌舞伎極め付き、インドデンマハーバーラタ戦記序幕、同第14号の内容として、新作歌舞伎極め付き、インドデンマハーバーラタ戦記二幕目、大詰めが収録された。ありがとうございます。